褒めてあるの。前回我が家は車を走らせて偶然見つけた小舟キャンプ場へとステイし、川で水浴びをしてとても気持ちよく過ごさせてもらいました。そして奈良の有名な谷瀬の吊り橋、今回は量り売りのお店に行ってお水を汲んで奈良の鹿に会いに行きます。おはようございます。今日月曜日なのでヨガの日なんですが、ヨガをする場所を探してます。こちら大阪で唯一の村の道の駅にとさせてもらいました。お手洗いもとっても綺麗。ツバメが泥をつけてます。ご注意をとのことですけど、全然問題ありません。ハエを出すミッション成功するか、頭につけたまま外に出たもん。はい、道の駅ちょっと行ってみたいと思います。大阪の唯一の村にある日本一かわいい道の駅に行ってみました。赤坂火曜は休みだって、今日でよかった。なんかすごいいろんな天下の玉ねぎ塩、めちゃめちゃ興味ある。 Eat, feel, think the world。 かわいいね、すごい可愛い道の駅です。ベンガ、あの土で染めてあるのれんがあったりとか、はい、すごいなんか、ん、何が書いてあった、見た、何、見たくちばしのやつね、後で見せよう、みんなに。じゃがいも見つけた。お野菜もすごい、じゃがいもある、いい感じです。あ、ちじく。棚田の土でのれんを染めてるそうです。めちゃめちゃ何語でしょうか。チャンコイ。リサンドオイル。100円です。在来種のタオネマネ売ってる。何が楽しみだって。鹿。鹿楽しみ。鹿に鹿せんべいあげる。あげる。すっごい素敵な道の駅だったね。うん、日本一ちっちゃい道の駅。かわいいバッグ買いました。Eat, village, think the world。かっこいい。お気に入り。大事にします。すごい、ベンガラ土でなんかいろいろ染めたりしてるのが多かったね。うん、あとオーガニックの商品とか、ソフトクリームがオーガニックって珍しい。うん、ね、食べたかったね。ね。量り売りのお店に行きたいと思いますが、本当にここでしょうか。みたいな感じのディスプレイですよね。この間までオーストラリア行ったんですけど、オーストラリアもこんな感じだった気がする。ね、オーストラリアに住んでたので始めようと思ったんですか、量り売り。量り売りはもうゴミ拾いからの。そう、やっぱ海とかもすごくて、ゴミがどうしていいか分からなくて、しかもゴミ捨てるとかないじゃないですか、私たち。だから自分のとこに持ち帰って捨てることもできないし、でも海で遊んだらやっぱちょっと拾いたいなとは思うけど、これを持って帰れないことあるじゃないですか。それをどうしていいのか分からなくて今調べてるんですけど、場所によってはビーチクリーンの日が決められていて、このように袋を配ってくださるところもあります。ゴミが落ちていないのが一番理想ですが、落ちているゴミを見た時に誰でも捨てられる場所があったらいいなと思ってます。何かご存知のことがあればぜひコメント欄で教えてください。新潟でゲストハウスで行くんですけど、そこは引き取ってくれるんです。島のとこも本当になんか海洋ゴミがすごくて、でもそうじゃなくても道路沿いにもいっぱい落ちてるじゃないですか。どうしたらいいんだろうと思ったからね、インスタ見たらあのゴミ拾い一人でもしますって言ってあげてらっしゃるからいいなと思って。ゴミを生まないためにはもってこいの量り売り、なぜメジャーにならないのかと質問すると、企業がそういう答え、まあ、確かに動けない。そっか、もうボランティアですね。そっか、販売するのと何が違う。仕入れ方、仕入れも
し、やっぱ開けちゃうから早めに出さないといけないけど、回らないからやっぱりどんどん溜まっていっちゃったらダメだし、でもそう少量で仕入れたら結局量り売りの意味がないし、でそれじゃ買う人が増えたらそれは逆転する、まあ、そのサイクルに乗せるまでがあってみんな買えばいいのやっぱりコーホースは便利やから、ね、便利って怖いですね、便利って便利って考えてないからね、いろいろみんななんかうまく循環したいですよね、フルーツ夏駅はなんか近いです、紙に書いてお支払いをするというシステムですね、はい、私が計算したら、ここでご飯作ってカフェみたいなこともできるんだね、きっと。あ、これがかわいい、いいね、でもちょっとあると、でもこれまあ冷蔵だけ、冷凍はちょっともう一個下に冷蔵庫があって、じゃあここで1日カフェとかもレンタルスペースみたいな感じでもできるんですか、いつかこちらで1日カフェをさせてもらうのも楽しみの一つに加わりました。そして今回我が家みんなで作った枕目の石ネックレスをこちらで販売させてもらうことになりました。ぜひお近くの方は行ってみてください。いろんな取り組みをされているワイワイ E さん、ぜひ行ってみてください。次の目的地は水汲みのためにお寺へ。しかしこの私のリサーチが甘くて、もう大変な山道を何度も何度もぐるぐる回らせてしまいました。ぐるぐる回ったけどダメでした、残念。一旦水のことを諦めて大仏へ。さっきワイワイEさんで買ったフルーツとナッツミックスをおやつに。着きました。観光地周りはパーキング代が高いので、今回はアキッパさんのサイトで550円でこちらを買いました。ボランティアの方が東大寺にまつわるお話をいろいろ聞かせてくれたのも面白かったです。そして鹿さん、いい、ね、まずは6匹東大寺の大仏様に行きます。水を汲みに行こうと思ったんですが、道が険しくて遅くて最終的には入れなくて、そのまま大仏様のところに来ました。鹿ちゃんがいます。かわいい声だね、めっちゃかわいい。仏様、
いところに来ました。私が調べるとこ、ことごとく山の中。わあ、鶴がすごい。ツリー、リースとか作れそう。え？狭。大丈夫でしょうかこれ。わあ、すごいね。めっちゃ怖い。うわ、もうすぐ行けやん。ごめんなさい、本当にこんなところばっかり。何これ、なんか運が悪いな。あ、運悪いね。昼間だったらまだ夜だからちょっと怖いね。これ折り返せなかったら行くよ。こういうところで見ると間違えるトイレがあるってこと。トイレはあるでしょ。自動販売機か。車だったらいいね。車だね。よかった。誰かいるってことはちょっと安心。これかな？え、なんだ？よかったよかった。テレビついてる。あ、プロジェクターで映画見てるんだ。あ、よかった。誰かいて。あ、素敵素敵。ってことにしよう。厳しい人もいる。あ、よかった。人がいて。どこに陣取ろうか。どういう状況なのかな。草むらだね。草むらでいいのか。トイレがどこなんだろうか。トイレはそこなんだ。だからああいう風に見えるんだね。俺たちが苦労してあれを集めたんだぞ。ひどい匂い。フェリスというパパの船。パパ。大変な運転だったね今日。お疲れ様でした。マッサージしましょうか。すごいとこついちゃったよ。次回我が家は沖縄時代のコーヒー仲間のお店、そして大阪で食い倒れです。ぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。